どうも皆さんこんにちはでございます。ハンズアップ2023年冬に絶対に着たい、絶対に真似したい、めちゃくちゃかっこいいコーディネートランキング第12位から1位を発表していきたいと思います。はい、というのもファッションの正解がわからないまま、そしてコーディネートの仕方がわからないまま冬を迎えたらアイテム数は多くなるので、結構ねコーディネートで悩む瞬間だったりとか失敗する瞬間が多くなってくるかと思います。ただそうした中でどんなコーディネートがたくさんの方から今年おしゃれに思われるのか、そしてどんなコーディネートが間違いないのかかっこいいのかを事前にですね把握してたら、そこから逆算してアイテムを購入することもできるし、さらに皆さんのクローゼットの中にあるアイテム内でももしかしたらコーディネートがね組めるかもしれませんので、約8年間トップで発信続けてる僕がもうすでに冬に向けてこちら、さらにはこちらとですね、めちゃくちゃコーディネートを撮影してきてる中で、その中から第12位から1位を選出したので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いでございます。では早速行ってみよう。というより本日は冬のコーディネートランキング第12位から1位でございます。服がより楽しくなるシーズンでございます。昨日の動画でですね、 WIM の2023ウィンターファーストコレクションのアイテムたちを発表させていただきました。めちゃくちゃかっこよく、とんでもないクオリティのものがとんでもなく安いね価格で発表させていただいたんですが、それらのアイテムを使ったコーディネートがですね合計100コーデ以上あるので、それらの中から選出し第12位から1位を発表させていただきたいと思います。少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。ということで早速第12位からサクサクご紹介したいと思います。まず12位のコーディネートがこちら、リバーシブルブルゾンをホワイトのウィムのロンティー、そしてトラックパンツのホワイトに革靴を合わせたコーディネートでございます。ネックレスも効いててね、かなりおしゃれなコーディネートだと思うんですけども、こちらのコーディネートの特徴としてはパンツそしてアウターと結構ねカジュアルなアイテムを使ってるんですよ。トラックパンツで白もね綺麗な色だけど、アウターもね中綿が入った綺麗な素材感を目指したわけではなく、よりカジュアルではあるものの、そのカジュアルな素材感の中でも綺麗な絶妙なところの着地点を目指して制作したアウターの姿が超かっこいいわけですよ。でそれがですね首元のところからねこうリースが見えてる感じといいね、めちゃくちゃかっこいいわけですが、サクッと出かけていく時とかにサクッとロンティー着て出かけていけるかっこよさね、とんでもないですよね。しかもこちらの写真のようにこれを寝かして襟の部分をこのフリースを見せていくスタイリングとか、あとは立たして閉じてこんな感じ感じでね、ホワイトのパンツかっこいいよな。これ以上ね高かったら結構うざくなっちゃうと思うんだけど、絶妙な高さに設定してるんで顎先をね少し隠すようなねスタイリングとかもできるしね、そんな感じで幅広い汎用性があるコーディネートを第12位とさせていただきました。続いて第11位がこちら、はいかっこいい、こちらのコーディネートはもうシンプルにアウターとか生地にね1枚で完成するウィムのグラデーションニットをカーゴパンツと合わせたコーディネートでございます。このコーディネートもめちゃくちゃ好きです。こちらのコーディネートのポイントとしましては、ニットを最大限活かしていくコーディネートですね。とはいえこの綺麗なスラックスとかだと根気らしさはないからこそ、黒のねカーゴパンツを合わせてみました。このパンツ届き始めてて YouTube のコメント等で感想ね、いただくんですけど、非常にご満足いただけているカーゴパンツとなっております。下の概要欄にカーゴパンツも掲載しておきますので、よかったらチェックしてみてください。あー第10位のコーディネートかっこいいです。第10位のコーディネートがこちら、いやいいね、オリーブのカーゴパンツにアゼニットのライトグレーの上からアッシュブラウンのマフラーを巻いたコーディネートでございます。結構今遠くから iPad で見ながら話してるんですけども、そこからでも分かるぐらいいろんなニットがある中で、ざっくりとしたアゼニットのね太いリブがかなりかっこいいのと、さらにはやはりなんかマフラーを巻いた時にグラデーションのニットの上からマフラーを巻くよりも、こういう無地のざっくりとしたねオーバーサイズのニットの上からマフラー巻いた方がなんかかっこいいですよね。っていうように武骨なカーゴパンツとちょっとカジュアルな素材感のニットに対して、綺麗めなマフラー一巻きだけコーディネート、かなりかっこいいですね。モノトーンプラス一色のコーディネートでございました。よかったら参考してみてください。続
続いてがこちらのコーディネート第9位です。全身ブラウンでまとめつつ、いろんなね暖色を使っているというコーディネートでございます。モカ色のねこのマフラーもめちゃくちゃいいですよね。中に使ってるウール100のニットが本当に肌触りいいんですよ。めちゃくちゃいい。チクチクしないし、色味そしてシルエットデザインともにめちゃくちゃいいので、ウール100のニットでチクチクすることを受け入れちゃってた方、もうチクチクさせない、しかも6000円以内で買えるのぜひね楽しみに待っていただきたいんですが、その上からオーバーコートのダークブラウンを着用してます。でその下に新たなカラーのワイドスラックスもめちゃくちゃいいですよね。でそれを足元革靴で引き締めているコーディネートでございます。コートはオーバーサイズではあるものの、ポケットとかね、例えばボタンとかの主張が少ないからこそ、いろんなブラウンとかいろんな暖色組み合わせてもコーディネートにまとまりが出てますよね。これもしコートのボタンもそしてなんか袖が切り替えになっていて、ラペルがすんごいでかかったりとか、いろんな装飾があったりとかするとごちゃごちゃしちゃうんですけども、高級感のある素材と色味のコートが非常にバランス取れてて大好きなコーディネートでございます。続いて8位のコーディネートがこちら、メルトンフライトブルゾンのコーディネートでございます。このアウター2万円以下で買える世界線やばいっすよね。9900円ですよ。すごい安いんですが、そうした中で僕がじゃあ8年前というか7年前とかだったらブルーのスキニーデニムなど合わせたかもしれないですね。ただ非常にですね今季らしい固めな素材感のハウカウントギャバタックパンツを合わせていて、その色味アッシュブラウンのねかなりいい色味と、さらには中をね白ニットとか白シャツとかではなくグレーのねウールのニットを合わせていて、ほんとこう写真からでも伝わるアウターの素材感、中に着てるウールならではの高級感のある素材感だったり、さらにはタックパンツの割り方な素材感が非常に今季のかっこいい価値観ついていて、めちゃくちゃイケてますよね。こちらのコーディネートのポイントとしてあるのが、やはりまあ色は使いすぎていないってところと、さらには程よくカジュアルなものをトレンドのデザイン、トレンドの素材感のパンツだったりとかを使っているところがかなりねこちらのコーディネートの仕上がっているポイントに繋がってきてるんじゃないかなというふうに思います。コーディネートランキング第7位がこちら、先ほどねマフラーを巻いていたコーディネートの上からリバーシブルブルゾンを羽織ったコーディネートですね。こちらのコーディネートの特徴としましては、モノトーンプラス一色ではあるんですが、ただですね全体の雰囲気にミリタリーベースのカジュアル要素をねプラスさせているからこそ、かなり今季のテンション感で着れているコーディネートでございます。あとはこんな感じで裏返してねフリースの感じで着てもかっこいいし、閉じて着てもいいし、アウター脱いだ後もかっこいいし、僕もね自分で手掛けるアイテムもそうだし、自分が手掛けているアイテムをどのように組み合わせるかのテンションもそうなんですが、ドメブラ買う時もめちゃくちゃカジュアルデニムとかを今どんどん買ってんすよね。っていうように綺麗にスラッと決めるというよりかは、世の中の流れ的にも個人的な感情もそこにですね順応して全体の雰囲気をちょっとやや遊び心のあるスタイリングに落とし込んでいる今日この号でございます。解説し忘れましたけど、このシリーズはですねどちらかというと皆さんにおすすめっていうよりかは僕が好きっていうところが結構優先順位としては高いので、そちらねあらかじめご了承していただけたなというふうに思います。続いて第6位のコーディネート、こちらリバーシブルブルゾンを、先ほどまでは明るい色とかオリーブのパンツなどと合わせていましたが、暗いトーンで合わせたコーディネートでございます。これもね非常にシックで大人で、フリースのアウターとかってこれ今裏返してますけども、ユニクロのね可愛い感じで男女ペアルックで着ていけますよみたいなねイメージお持ちの方いらっしゃると思うんですが、こちらのコーディネートは非常に男性的であり武骨でかっこいいですよね。そんなアウターを脱いだ状態もほらどうですか。普通さモノトーンコーディネートってシンプルになりがちなんだけど、それをねグラデーションニットとデニムとナイキのエアフォースワンを組み合わせることによってのこちらのコーディネートかっこいいですね。そうだ、もう一件注意事項としましては、この手の企画は自分で自分を褒めます、自己満足全開です。これもね異様な光景に見えると思うんですけど、あらかじめご了承ください。続いて第5位のコーディネートがこちら、リバーシブルブルゾンを裏返してフリースで表に着用したコーディネートに、中にですねミナノリブニットのブルーを掛け合わせ、白をレイヤードした後にですね黒のカーゴパンツ、そして革靴を合わせてるコーディネートでございます。あとね黒っと見えるネックレスもね、フリースの暖かそうな素材感に対してネックレスの素材感のコンビネーションもねまためちゃくちゃかっこいいですよね。から今までフリース
リースって可愛げが強すぎて着れなかったんだよなとか、もしくは選択肢として上がんなかったんだよなって方も、ビムのねこちらのフリースのブルゾンであればどこかクールに着用できますよね。でこちらもねシルエット感がたまんないんですよ。カーブが結構太いパンツではあるんですが、めっちゃ程よくテーパーで効かせてるので、ズドンと下に落ちるというよりかはなんか綺麗な細い円を描いてるようなコーディネートバランスがめちゃくちゃ綺麗で、こちらを第5位とさせていただきました。そしてここから怒涛のコートラッシュでございます。第4位がこちら、グラデーションニットのキャメルの上からですねオーバーコートのチャコールを合わせて、ボトムですねもう超優秀なんですけども、カーゴパンツのブラックを合わせて、革靴合わせて、ライフのチェーンベルト垂らしたコーディネートでございます。非常に好きなコーディネートでね、コートを脱ぐとこんな感じで、これまたかなりかっこいいコーディネートなんですけども、こちらのコーディネートのポイントとしましては、オーバーコートも存在感のあるアイテムではあるんですが、非常にこう洗練された着回しのしやすい大前提シーンシンプルなコートではあると思うので、そこに対して中にですねグラデーションニットのキャメルを挟んでいる、この程よい個性も総合的に演出しているコーディネートの雰囲気がたまらなく好きで、こちらのコーディネートを第4位とさせていただきました。いやーこのコートめちゃくちゃいいですよね。で続きまして第3位のコーディネートがこちら、ドライバーズニットにコートを合わせ、ルーズフィットデニムのブラックとナイキのエアフォースワンを合わせたコーディネートでございます。はーい、こちらのコーディネートも今までだったらウィムではできなかったコーディネートなんですね。中にジップを挟んだコーディネートなんて、ただそれがですね今年ならできるんですね。でルーズフィットデニムの細すぎず太すぎずのこのパンツのシルエットもいいですよね。今履いているボトムもセイバーフットのね 3Dデニムなんですけど、ワイドじゃないやつ僕買ったんですけど、太すぎず細すぎずなんですよっていうような、太いパンツもいいけど夏の動画になっちゃうんですけど、ガイドインタビューでね 3,4 番ぐらいの太さのデニムもねかなり活かしてますよね。大変ありがたいことに今ねゾロタウンでドライバーズニットとハーフジップニットがもう飛ぶ勢いでですねお買い求めいただいている状況ですので、ぜひですねなくなる前に、どうしても11月のこういうグラデーションのニットがね気になっちゃう方も多いと思うんですけど、その他のラインナップもチェックしていただけたらというふうに思います。2023年コーディネートランキング第2位がこちら、ブルーのマフラーにブルーのデニム、そしてその上から中にちょろっと見えると思うんですけどグレーブルーのアゼニットを合わせ、その上からチャコールのコートを着用し、ビムの革靴を合わせてるブルーコーディネートでございます。はい、9位のねコーディネートと、比較していきたいんですが、暖色と寒色のねコーディネートバランスもめちゃくちゃいいですよね。とかあとは4位のコーディネートと2位のコーディネートもね、この色彩バランスめちゃくちゃ良くないですか。僕はねまあブラウンもめちゃくちゃ好きなんですよ。今季ね結構比較的例年よりもブラウンのアイテムが多いんですけども、そうした中ででもやはりブルーね非常に使いやすくてコーディネートに馴染む、そんなアイテムでございます。あとはやはり明るいブルーとロングコートの相性ってすっごいんですよ。インスタグラムとかでね海外のなんなら女性とかのねおしゃれなスタイリングとか上げてる方とかメンズの方も見るんですけど、分厚いコートにすごい着丈の長いコートにこれぐらい明るいデニム合わせてるスタイリングかっこいいんですよね。それをねなんなら真似たと言っても過言ではないですね。真似たというかなんか頭の中に常にある感じのコーディネートでございます。よかったら参考にしてみてください。そして栄えある第1位のコーディネートがこちら、グラデーションニットにワイドスラックスの白にニューバランスの白いスニーカーにコートとマフラーを合わせたコーディネートでございます。はい、結構昔かもしれないけどリノムの方ではコートに白のワイドパンツを合わせるスタイリングとか昔にやってたような記憶なんですけども、それをウィムでやっちゃってる感じっていうのが非常にこう新鮮でかつかっこいいんですよね。でしかも僕今ずっとこのニットを着用しながら撮影したようにすごいお気に入りなの、それはわかるでしょ。でそれにお気に入りのコートを合わせた白パンツって別になんか今急に人気になったものというかここ数年ねすごいずっと人気が継続してるボトムですが、それを意外にも見えるようなそんなコートとの組み合わせが非常に新鮮で、しかもコートのデザインと白のボトムの色彩が割と綺麗めっちゃ綺麗めなんですが、ただ中に着ているニットのグラデーションのこのブルーが明るく見えてる部分だったりとか、スニーカーだったりとか、あとパンツのシルエットが太い部分だったりとか、コートのシルエットが程よくオーバーサイズなこととかが絶妙に綺麗に中和されていて、こちらのコーディネートを第1位とさせていただきました。非常にクリーンなコーディネートで冬のお出かけとかにね着用していきたいようなそんなコーディネートですね。
ということで今回ですね、第12位から1位を皆様に発表させていただきました。今回のランキングを参考にですね、冬のコーディネート、冬の買い物を進めてみてはいかがでしょうか。そして今回ね、着用していたアイテムは10月6日にリリースされますので、ぜひそちらも楽しみに待っててください。ということで今回の動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。